こんにちは、ベースの関谷智隆です。今日は新しい機材をゲットしました。超レアヴィンテージベース。開封していきたいと思います。リバーブ .com で海外から個人輸入しました。フェンダー出たよ。よいしょ。さて、開けます。パカン。カチャカチャカチャ。開けます。ドン。おお。かっこいいんじゃない？ネック細すげー。おー、ヘッドもかっこいいな。槍のようなヘッド、かなり濃いめのローズウッドの指板。おお、ちゃんとノブもオリジナルですね。ピックアップノブっていうか、これ色かっこいいな。このメタリックなバーガンティーミスト、ちょっと裏に傷がありますが、全体的にすごく綺麗な状態だと思います。綺麗だね。よし、音を出してみようか。じゃじゃーん。フェンダーパフォーマーベースです。イエーイ、かっこいい。めっちゃ尖ってるよ。1985年製、メイドインジャパン。不次元で作られていました。これはジャズベースの進化系としてデザインされたんですけども、残念ながら大人の事情で生産わずか1年で販売停止になってしまった。とても残念な、もう世界遺産とも言えるベースと言っても過言ではないでしょう。いや、マジですっごいテンション上がってます。内容は、シングルのピックアップ2つついてて、2ボリューム1トーンです。で、1トーンはなんかトレブルブースターみたいな感じで、パッシブなんですけど、まあ、なんかトレブルのハイの成分がガツンと上がる回路が積まれています。あとはそうですね、24フレットフェンダーではとても珍しい24フレットのベースになってて、まあ、本当時代を反映しているなっていう感じです。ローズウッドシバンに、ネックもめちゃくちゃ細い、なんかストラトより細いらしいです。マジで弾きやすいです。カラーはバーガンティーミストで、全5色発売されていました。自分はこの色が一番気に入って、この楽器を海外から輸入しました。かっこいいな。でこれは日本製なんですけど、残念ながら発売されなかった USA 製っていうのもあったらしくて、それは指板がエボニーだったりしていたそうです。残念、見てみたかった。あ、そうそう、あとはあれだね、このフェンダーのロゴがめちゃくちゃめちゃくちゃ尖ってる。フェンダーパフォーマーベース。はい。あ、そうだ、あとはピックアップの切り替えスイッチ、3ウェイのスイッチがついています。フロント、
センター、リア。これで、2ボリュームなんですけど、ワンプッシュで、ピックアップの切り替えができて結構便利です。あとボルトン。ボルトンです。というわけで今日はこのパフォーマーベースを使って、1985年当時に爆発的に売れていたメタルの曲とジャズの曲、サウンドチェックも兼ねて演奏してみたいと思います。それではどうぞ聴いてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。メタリカとチックコリアのエレクトリックバンドをそれぞれ聴いていただきましたが、なんか本当にいろんな音楽のジャンルで演奏できるベースだなと思いました。はい、ぜひこのベースなかなか日本では流通してないですけど、ぜひ見かけたらチェックしてゲットしてみてください。はい、ぜひいつかね、フェンジャパから復刻されたらいいなと思ってます。はい、というわけでこの動画気に入っていただいた方は高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。関谷智隆でした。バイバイ。